横山宗です。今日は牛です。もうもう牧場に行った気持ちになってください。口笛はなぜ遠くまで聞こえるの。全然ならなかった。コロナのせいで学校給食がなくなってしまって牛乳が大量に余ってて困ってるっていうのをよく聞きませんか。牛乳大量消費レシピをご紹介します。コーンクリームと牛乳で作るコーンスープです。はい、残ったやつも食べてください。もったいないね。オッケー。じゃあこれを火にかけるだけです。And I, yeah, yeah, just waiting for you. よかった。ガッツ。危ねえ。結構粗ごしだから、もっとさらっとした出来上がりにしたい人はミキサーにかけてください。ここにコンソメの素を入れます。私のは無添加コンソメを使ってます。開かないんだけど。マジで開かないじゃん。開かない。開けて。男の人にさ、何か開けてもらうみたい。ペットボトルとか缶はあるけど、無添加コンソメ開けてもらうのはなんか違う気がする。兆しが。開いた。一袋入れます。ペッパーちゃんをちょっと。パッ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 。はい。なかったら普通のブラックペッパーでいいです。来ると。もうちょっとなんか平和に行ってほしいな。できたー。もう乳搾り牛なんだけど、なんか牧場行く人みたいじゃない。初めて来ました、マザー牧場みたいな。いただきます。ザラザラした感じが美味しいわ。クリーミー。見て、はあ、本当はね、この昨日黒糖ロールを夜買ってたんだけどね、夜のうちに全部食べてしまったの。やばくない？もう本当にやばいの。さあ、俺よ、これ醍醐味は。うん、ディップ。染み込む。ああ、これは美味しい。スープだけよりもパンにつけた方が美味しいかも。それでは今日は牛乳大量消費レシピ、コーンクリーム缶で作る牛乳とのコーンスープでした。もうぜひ皆さんも作ってみてくださいね。ごきげんよう。牧場に帰るわ。パカラ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 。今のうま。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。いいね。チャンネル登録よろしくお願いします。